新大阪の駅の近くから走り始めました。今日はですね、ちょっと普段ってかよく走ってるんですけど、新大阪の近くはあんまり行ってない方向に行ってみようと思ってます。新大阪から西の方に行こうとしてます。最初から行こうと思った。おそらくですね、前こっちに走った時はあんまり長い距離走らなくて、この辺で U ターンしたと思うんですが、ここから先なんかちょっと住宅地っぽいところに街並みが変わってて、ここから先初めて走ると思います。これは楽しいんだよね。食べたんで初めて走るエリアは楽しい。薬局があって、イオンがある、便利便利。新大阪からまだこんなに走ってないんですが、いい感じの住宅街ですね。気持ちいいです。食べ直して鉄道の向こうから阪急三国なんだな。阪急三国の駅まで来たんですね。旅ランダー。阪急電車が走っていったな。公園に来たな。川だ、飛行機だ、山だ、飛行機だ、香料屋さんか、こけしテープ、暖房。旅ラン中です。こういう風になんか何のね、あの観光地でもなく特別なランドマークもないような、そういう街並みを走るのがすごい好きで、僕はやっぱこれは旅ランの醍醐味だと思うんですよね。もう一軒の、旅ラン今まで300回以上、収録して配信してますので、ぜひご覧ください。今日は新大阪の駅から、西の方に来てるんですが、初めて走るところでとても楽しいです。旅ラン見てくださいね。というわけで今旅ランの PR 動画撮ったんですが、淀川区なんだ、今淀川区にいるみたいです。あ、また電車が走ってる。阪急線みたいだな。九蔵公園事務所、なんか今度はディープなところに入ってきてますね。ライドスマイル三井保育園。これは新幹線の効果かな。いい感じの道やな。旅ランやっていて、こういう気持ちのいい道に出会うとね、すごく嬉しいんですよね。本当に素晴らしい道だ。イエイ。塚本6丁目か。まるで魔法のようだな。魔法の国に行くみたいだ。すごいすごい。緑があってとってもいいな。綺麗綺麗。素敵。おお、グリコだ。旅ランをしていたら江崎グリコの本社のところに、来ました。いろいろお世話になって江崎グリコですが、こちらがね、なんかいろいろ記念行動とかで、こちら側が本社のビルなんですが、塚本ですね。
グリコの本社の横を今通っております。よいしょ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 、すごい新大阪からグリコまで走れたぞ。びっくりです。グリコまで走ってきてしまったので、そろそろ新大阪の方に戻ろうかな。よいしょ、頑張ろう。よし、一粒300m。おお、グリコパワーだ。おお、一粒300m。阪神優勝。今線路の反対側に来てて、田川公園ってとこに来たんですが、ここからグリコの本社がよく見えます。グリコの本社です。線路の反対側から見てます。一粒300m。ここは淀川区田川2丁目なんだな。綺麗。脳の教養塾の皆さん、こんにちは。ということで、旅ラン途中でね、皆さんにお話しかけるという例のシリーズですけども、今聖大橋っていう橋があったところかな、で公園があったんですが、こんなに綺麗な紅葉があって、でよくなんか紅葉のなんとか名所みたいなこと言いますが、で京都とかすごく混んでるみたいなんですけど、いや別に身近なねところでも紅葉はあるわけですから、なんか名所に行かないと紅葉は見れないっていうのが僕は全く分かんないんですよ、正直なところ。なんかもちろんそれがパターンとなってね、ある種の魅力となって目の前に現れるってことあるんでしょうけど、なんかその紅葉を見るためには京都のなんかなんとか出会いに行かなくてはいないとか、それ単なる思い込みのような気がして、僕はね紅葉の京都にわざわざ混んでるところに行こうとは思わないんですよね。仕事とかで行くんだったらまあ行くんでしょうけど、わざわざその電車のために混んでる時に行くって感じが僕には全くなくて、これ身近な今大阪を旅ランしてるわけなんですが、こういうところでもね別に紅葉があるから、だからそういう美しさとか驚きとかセンスオブワンダーってのは本当に身近なところにあるわけで、どっかに行かないとそれがないって思い込むのは我々の認知バイアスで、それで随分損してると思うんですよね。ですからこの脳の教養塾ではそういう認知バイアスに、あまりとらわれないようにしたいなと思います。でこれはあの旅ラン途中でのスペシャルバージョンですので、脳の教養塾の皆さんにはあのこの個別の動画を、いつものようにメンバーシップ限定でお送りしますが、他の旅ランの方もこれをご覧いただいております。ということで、身近なセンスオブワンダーを見つけましょう。ということで、今あの旅ラン動画の途中で脳の教養塾メンバーシップの皆さんへの動画を撮るという最近の企画をやったんですが、ここで大きな工場が出てきました。さっき地図を見たら武田薬品工業のようなんですね。ですから、こういうところでいろんな、薬を作っているのかな。製造業ってのは本当に面白いですよね。確か地図を見たら武田って書いてあったような気がします。ものづくりというのは非常に大事な要素なんで、やっぱ物質的なアバンダンスがないと情報のアバンダンスもありえないんで、結局今の AI とかも GPU がなかったら何もできないんですから、ものづくりはとても大事だと思っております。今新大阪の方に向かって帰ってきているところですね。やっぱり武田薬品だったね。とにかくこれはあの新幹線があったりとか、またこれね阪急だったと思うんですけど、さっき列車通ってたんで、阪急の線路があったりとか、いろんな形で線路が、入り混じってて面白いエリアですね。こっち側は武田薬品だと思うんですよね、両側がね。こんなとこにこういうぬいぐるみがいた。どうしたのかな、この子。 So I'm running in the vicinity of 新大阪 stationAnd I found this pink teddy bear. I wonder what's it doing here. Hello. I wonder what is doing here and how did it end up there.
Maybe it was dropped by a girl and some very kind person by picked it up and put it there. So maybe the teddy bear is waiting for the girl to come to rescue it. So anyway, this is really fantastic, isn't it? I'm in Osaka, Japan.今英語でも、テディベアについて、ちょっと話しましたがなんか不思議ですよね。また心が豊かになりますよね。なんであそこにいるんだろう、テディベア。面白いね。楽しい旅だな。新大阪の駅の方に近づいてきてるんですが、改めて思ったのは本当に新幹線をはじめ阪急とか JR とかおそらく JR いろんな線路が交錯してて面白いエリアですね。あっちの方のね、クラシックな喫茶店屋さん、大阪ガーデンパレスっていうのがあるんだな。ガラクサホテルか。だけど今の時点で11キロ走ってるんですが、久しぶりに走りましたね。いやいやいや、でも楽しかった。もうそろそろ新大阪が近づいてきましたよ。よっ、もうちょっと頑張ろう。トントン拍子か、鉄板焼きだ。ということで新大阪の方まで戻ってまいりました、今回の旅ランは塚本のアグリコ本社の方まで行って帰ってくるというですね、今まで行ったことがない方向に行ったんですが、なんか楽しかったですね。そして11キロ走るとなかなか、手応えがあるというか走り応えがありましたね。旅団おそらく新大阪近辺は最低10回は旅団してると思うんですけど、まだまだ発見があってですね、知らないこともたくさんあるでしょうし、やっぱりそれが旅団の魅力だと思うんですよね。なんで大阪放送なのでまた旅団したいと思いますし、今なんかね、楽しいですね、旅団は。本当に一つの発明だったなと。旅団これで300回、これで306回7回目ぐらいだと思うんですが、というか靴とね、ランニングギア、これをズタ袋の中に入れてリュックと別に持っていくって、これだけ実行することで旅ランが実現してるんですけど、その前はね、靴をリュックの中に入れると重くなっちゃうしなとか、かさばるしなとか、いろいろそういうのがあったんですよね。だからこの旅ランというのの発明は人生においてすごく大事な発明だったなと。第1回が長崎の大村で旅ランの動画撮ったと思うんですが、7、8年前かな。それから僕の人生は旅ランともにあります。皆さんもぜひ旅ランをしてみませんか。ということで、新大阪からの旅ランをお届けしました。